ショートアイアンこそガチガチに二等辺三角形にしたそうですね、そうですね、まっすぐ行かないと思ったら、はい、あのゆとり持っていただいて肘緩めて、ちょうどこれで打感も良いと思います。はい、はいはい、緩めておいてくださいね。このショートアイアンでも、はい、ボールの位置は、あ、はい、やっていただいたところで結構です。でそのまま緩めたまま、でそのまま、なんかショートアイアンでこっちに、あ、もちろんです、あのスタンスが、あ、はい、ショートアイアンでこっちにするとイメージ的に引っかかるような気になっちゃう。どっちっていうのは左にあるとですか、ね、あ、そうですね。でもあんまり右に行くと今度はちょっとハーフトップに、もしくはダフリーもなるんで、今ぐらいのところで、はい、そうですね、それができれば。でショートアイアンも長いドライバーも同じだったじゃないですか、はいはい、今のところ、はい、ですからそれをちょっと継続して練習してみてください。芯に当たるからびっくりしました。芯に当たるから、すみません、ありがとうございます。球をね、すごい凝視して、はい、球をじっと見てきちっと崩さずに打たないと、あ、そう、芯に当たらないような気がしてた。あの凝視して、しかも二等辺三角形、うん、腕の崩さずに、うん、あ、それでも自分も一緒だったんでよくわかります。今あんまり見て、なんかぼやーっと見てるぐらいですよね。まあ、いい加減っていうかね。あ、そうですね。こっちの方が芯食ってるような気がします。あ、こちらの方がですよね、うん、打感も悪くないですよね、はい、何が違う感じがします、このな、今これまでと今やっていただいているのが。とにかく、とにかく力がきちっと入ってます、はい、今までは、今までは、そうですね、すごい柔らかいってことですか、そうそう、力抜いてらっしゃるってことですね、アドレスして、アドレスして、こっからきちっとこういう風に上げないと、うん、当たらないかなと思ってました。あ、今は全然そ気にされてないってことです。そのこういう風にっていうのは、まっすぐ30センチとか、まっすぐこう、こう二等辺三角形崩さずにやらないと、はい、ここに戻ってこないかなと。あ、そうですね、今は結構アバウトというか、あんまり今は、はい、ここだけ合わせて、はい、そのままこういう感じです。そのままそこにヒュッて感じですよね、私もそうです、うん、あ、そうですね、そう、うん、あまりここの上がり方にこう意識が、はい、ね、少なくなっていらっしゃいますよね。そうですね、あ、そうです、そうです、そうです、こちらの方が当たりが良くなるはずです。あ、抜いても飛距離がちゃんと、あ、出ますね。いや、あの、はい、なんというかね、うん、あの、なんかストレートか、うん、フェードか、うん、ぐらいのようなペラーンとした球だったし、はい、今意外と今意外とこの打ち方でドローになってますよね。